ネバーセイバー考えるキックボクシングを推奨する TKX チャンネルです。よろしくお願いします。今日もですね、水曜日の、合同基礎ワークでのマススパー練習の、ね、様子を、見ていただきながらですね、お話ししたいと思います。で、今日はですね、僕がね、今練習でしている、ジュニアの子ですね、ピンクのキックパンツとかですね、K 君ですけども、 K 君はですね、小学校2年生ぐらいから始めてるのかな、で、まあ1年ぐらいしてからね、試合をまあ何十戦かな、30戦40戦やってるのかな、アマチュアでね、やってきて、今中学3年生なんですけども、最初はですね、本当に試合中に泣いちゃったり、まあ、試合終わってから泣いたり、何か聞かされちゃうとその場合ね、泣いちゃって KO 負けちゃったりっていうことがね、何回かあったんですけども、全然大丈夫かななんてね、思ったんですけども、ただ彼はね、から真面目なタイプで、他のね、小学生が遊んじゃったりね、ふざけちゃう中ね、意外と真面目にね、黙々とやっていたのもね、印象がありますね。まあそういった積み重ねがね、今、ジュニアの中でもね、やはり、まあ強くなってね、もしかしたらプロにね、なれるんじゃないかってところまでね、来てる子ですね。はい。だから本当にね、こう継続することとかね、まあ長く続ける、慣れていくってことはね、すごい大事なんじゃないかなと思いました。やはりですね、若いっていうか、まあ本当に若い子はスピードがありますね。スピードではかなわないし、スタミナ、僕はまあ全く練習はしないのでね、スタミナもね、もちろんないですしね、あるのは体重だけでね、本当に、大変なんですけども、まあ本当に体重差がある分ね、強くはできないので、やはりどうしてもね、スピードが落ちたりしますよね。で、早くやってもね、途中で止めなきゃならないので、押し込めないのでね、意外と結構これも使えるんですよね。2ラウンド目はね、ちょっとスピードをね、つけてやろうと思ったんですけども、まあ、いかんせんね、スタミナ不足というかね、運動不足なので、動きがね、うまくできなくてね、すぐ疲れちゃったんですけどもね。で、まあ、この時ね、教えたことなんですけども、これからまあ、プロとかね、まあ、もっとね、アマチュアのレベルが高くなっていくと、お互いにですね、隙を見せることがなかったり、あまりね、こう下手な攻撃をして来なくなる分ですね、自分の攻撃のチャンスがこう少なくなっていくんですよね。その時に、いかにですね、見つけた隙というか、見つけたタイミング、行かなきゃいけないタイミングを察知して、そこで攻撃をまとめられるかとかね、思い切って攻撃にね、シフトするかってところがね、すごい重要になってくるんじゃないかなと思います。特にね、この K 君はそういうところはね、意外と少ない部分だと思うんですね。まあジュニアとかね、やっぱアマチュアになってくるとポイントっていうところをね、ちょっとね、見がちだったり、まあジュニアでは体重軽いんでね、一発のパンチ一発けではなかなか KO っていうのはないんで、まあ、そういってね、まとめるっていうことがなかなかね、できなかったりするんですよね。やはり、ね、その隙とかタイミングでこう攻撃をしっかりと当てるとか、攻撃に転じるっていうのがね、すごいね、本当に大事だと思いました。最近で言うとね、K1 の山崎選手対安保ウルキア選手の試合はね、まさにそうなんじゃないかなと思いますね。自分がね、行かなきゃならないと感じた時、察知した時に山崎選手はラッシュをするというかね、攻撃をまとめた、それがね、やはり勝負、勝ちに、つながったってところがね、すごいあると思うんですよね。ただ最近のね、ライズの直樹選手対白鳥選手の試合もね、直樹選手の一つの、チャンスをしっかりとものにできているところ、そういうところっていうのはね、やっぱりすごいなと思いますよね。なので、やっぱタイミングとか、スキーとかね、行かなきゃならないところっていうのはすごい大事になってくるんで、そこを行けるか、もしくはね、そこをしっかりと攻撃できるかっていうね、ところがすごい大事になってくるなと思いました。そういうところをね、少しね、指導しながらね、この前ね、この動画ではやってましたけどね。はい。やはりですね、まあ、疲れますね。ステップワークをしたりね、3ラウンド目はね、サウスポーをやったんですけども、まあ、サウスポーね、難しいですよね。まあ、本当に練習してないから余計できないですね。で、まあ、サウスポーに関してはですね、攻撃とかはね、できると思うんですよ。
まあオーソドックスもそうなんですけども、攻撃は誰でもできます、はっきりね。ただ防御が難しいんですよね、防御が、なので、もちろんね、その普段も、ね、オーソドックスでねやってても、攻撃はできます、誰でも。でコンビネーションだって誰でも形をやればできるけど、防御はできないんですよね、やはり。あの相手あってのものなので、なかなか防御っていうのはできないんですね。なのでやはりあのこういったねマススパー練習とかね、まあ、基礎練習で防御をしっかりとさせたいね、自分の中でね意識してやっていくことがね大事になってくると思います。まあ、とにかく、最初にも言ったようにね、あのうまくいかなくてもね、弱くても何回もね練習して継続することがね大事だと思います。はい、ということでね、またね、高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。またねセミナーや、プレミアムチャンネルもね概要欄にありますのでね、ぜひご覧ください。それではまたお会いしましょう。